おお、湖が見えてきたぞ。ちょっと紅葉には早いか。でも周りを山に囲まれていい眺めだな。あっちで道具をレンタルしてるみたいだぞ。インストラクターの先生もいるな。初めてのスポーツだからな、みっちり教えてもらおうか。濡れてもいいように着替えたし、道具も揃ったな。よし、始めるぞ。まずはボードの上に乗るところからだな。サーフボードよりは安定していて乗りやすいみたいだぞ。どれ、早速乗ってみるか。うわ、やっぱり揺れるな。ゆっくり立ち上がって、うん、なんとか立てたぞ。でも気を抜いたら水に落ちてしまいそうだ。バランス感覚が要求されるな。お前は大丈夫って、なんか生まれたての小鹿みたいにプルプルしてるぞ。落ち着け、ゆっくりでいいから、そーっと上体を起こすんだ。揺れても慌てるなよ。それにほら、万が一落ちても浅瀬だし、濡れるだけだからさ。まあ冷たいだろうけどね。うん、その調子その調子。よし、立てたな。まだプルプルしてるけど、そのうち慣れるさ。じゃあ次はヨガのポーズだ。